たいた。待ってよ、しずこ。ん？あ、ごめんなさい。肩当たっちゃいましたね。いや、気にしないでくれ。すみません。しずこ、待って待って。もう、全然気づいてくれないんだもん、しずこってば。ごめんごめん、ミキ。ん？あれは。あのさ、ずっと気になってたんだけど、そのキーホルダーのキャラ、何者？ああ、これ、小野道夫くん。小野道のマスコットキャラクターだよ。知らない？知らねえ。マイナーだね。確かにしずこ、小野道出身って言ってたもんね。なんだっけ、こういうのって。キモキャラ？違うよ、もう。ゆるキャラだよ、ゆるキャラ。私の大好きな大切なキャラクターなんだ。へえ、しずこは物好きだね。そう？私、道夫くんのお嫁さんになるのが夢なんだ。手術しないと治らない病気なんだって。手術しないと道夫くんのお嫁さんになれない。でも勇気がなくて怖くて。私、手術受ける。痛いかもしれないけど頑張る。辛くても我慢する。しずこ、勇気出すから。しずこだ。しずこ、帰る方向こっちだよね。一緒に帰ろうよ。ああ、ごめん。今日はちょっと用事があって、カムロ町ヒルズってところに行かなきゃいけないの。そうなの？結構歩くよ。しずこ、一人で大丈夫？引っ越してきてそんな経ってないし、この辺のことをまだよく知らないでしょ。大丈夫だよ。地図も調べてきたし、心配しないで。じゃあね、ミキ。うん。治安悪いから気をつけてね。じゃあね。かかりつけんな。遊んであげるよ。終わらせる。人生これ成長ってな。お姉ちゃん暇？俺らとちょっと遊ばない？この辺に雰囲気のいい店あってさ。ああ、もちろんおごるよ。結構です。私もう行きますので。おっと、待ちなよ。そんな釣れないこと言わないでさ。いいじゃん。そもそもこの辺をうろついてるってことはナンパ待ちだったんじゃないの？違います。迷ってしまっただけで。またまた照れ隠し？なあ、お兄さんたちといい思い出作ろうぜ。誰か助けて。ガーッ！てめえの汚ねえ手で静子に触るんじゃねえ。なんだよこのおっさん。なんで私の名前を。目障りだ。さっさと消えろ。
俺が本気で怒らないうちにな。やべえやつだな。おい大丈夫か、逃げるぞ。覚えてろよこのクソ親父が。ったく最近のガキは。あのありがとうございました。いや気にしないでくれ。じゃあな。もしかして桐生のおじさんじゃないですか。え、やっぱりそうですよね。道夫くんを私に会わせてくれた桐生のおじさん。こんなところで会えるなんて。お久しぶりです桐生のおじさん。久しぶりだな静子。俺のこと覚えてるのか。忘れるわけないじゃないですか、私の命の恩人なんですから。恩人？はい、ずっと会いたかったんですよ桐生さん。桐生さんにお会いできて本当に嬉しいです。ああ俺もだ。前に会った時はあんなに小さかったのに、もうすっかり立派なお姉さんだな。いえいえ全然、まだ高校生のひよっこです。あの後手術はうまくいったのか。はい、お医者さんが頑張ってくださって、その後のリハビリもうまくいってすっかり元気になりました。それもこれも全部桐生さんのおかげですよ。俺は何もしていない。そんなことありません。手術を怖がっていた私を道夫くんに会わせてくれたじゃないですか。道夫くんは私に手術に立ち向かう勇気をくれました。あの勇気がなかったら私手術を拒否し続けて、もしかしたら悪い結果になっていたかもしれません。だから桐生さんや道夫くんには本当に感謝してて、いつかお礼が言えたらなってずっと思っていたんです。でも桐生さんとは一度会っただけで、それ以外何もわからないから探せなくて、ずっと心残りだったんです。だから今日お会いできて本当に良かったです。俺もお前の手術がどうなるか心配してたんだ。こちらこそ会えて良かったぜ。でも桐生さんがまさか東京の方だったなんて思いませんでした。道理で尾道を探しても見つからないわけです。お前こそどうしてカムロ町にいるんだ。尾道から引っ越してきたのか。はい、実は私医者を目指していて、その夢のために東京の医大に強い学校に入学したんです。それをきっかけに家族で上京しました。医者か、すごいじゃないか。慣れたらですけどね。同級生もみんな頭いいし、ついていくのがやっとです。でも病気の私を救ってくれたお医者さんみたいに、私もいつか誰かの命を救えたらなって。だから一生懸命勉強して絶対に夢を叶えたいって思ってるんです。立派になったな静子。素敵な夢だ。お前ならきっと叶えられる。はい、もし桐生さんが病気になったとしても私が医者になって治してあげますから、なんて。ありがとうな。その時はよろしく頼む。はい。さてそろそろ行くか。お前行く場所があるんだろう。送っていくよ。この辺は危ない輩が多いからな。
とうございます。こんなところもう一人でほっつき歩くなよ。はい、迷っちゃって。今度からはカムロ町は一人で出歩かないようにします。そのキーホルダー、小野道夫のことまだ好きでいてくれてるんだな。もちろんですよ、道夫君と私結婚するんですから。はあ、そういえばそんなこと昔言っていたな。医者になって道夫と結婚か。もっといい相手を探した方がいいと思うぞ。なんでですか。道夫君は面白いし優しいし強いし最高の旦那さんになると思いますよ。いや、あいつはなかなか面倒なやつなんだ。頑固だし不器用だしひねくれもんだしな。キリュウさん。ん？野暮なこと聞いちゃうかもしれませんけど、道夫君として私を助けてくれた人ってやっぱり。ここにいたのか。探したぜクソ親父。さっきの借りを返しに来たぜ。倍返しにしてやろうと思って。ダチも一緒にな。キリュウさん。安心しろ静子、下がったろ。お前は俺が守る。でももし怪我でもしたら。お前を守るためならちょっとの怪我くらい我慢できるさ。おいおい、どうした。もしかして逃げるのか。あ、逃げも隠れもしねえよ。子供の前でダセー姿見せるキャラじゃねえんだ。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。ボコられる覚悟はできてるか。後悔するなよ。私の番。狙うか。行くぜ。手数がいった。超えるね。かますぜ。俺の番。しのげるかな。俺の番か。もうギブアップ。やるか。かかってこいよ。仕留める。相手してやる。容赦しないぞ。やりますて。見てるとイラつくんだよ。どうした。やろうぜ。ボコられる覚悟はできてるか。相手してやる。地獄を見せる。ほれさっさと来い。ほら食らいなよ。私の番。楽しませてみよう。行くぜ。そしてテレア。逃がしゃしねえぜ。かますぜ。よいしょ。うわっ。ドーンと邪魔すよ。
私も狙うか。だよ。よし、こんなもんじゃ。格が上がったね。キリュウさん、大丈夫でしたか？ああ、この程度どうってことない。しずこは平気か？はい、キリュウさんが守ってくれたから、あの日みたいに。よかった、なら行くぞ。今日はありがとうございました。道まで教えていただいて。気にすんな、好きでやったことだ。これ今日のお礼です。受け取ってください。もしよかったらつけてくださいね。これで桐生さんとお揃いだ。いいのか、お前の大事なもんなんだろ。それ私家に50個持ってますから大丈夫です。そんなにいらねえだろう。ありがとうな。こちらこそ、桐生さんには本当に感謝しかありません。私ダメですね、この年になっても桐生さんに助けられてばっかり、与えてもらうばっかりで何も与えられない。桐生さんに私ももっと何かしてあげられたらいいのに。しずこ、それは違うぞ。え？俺はお前に今日十分すぎるくらいたくさんのものを与えてもらった。あんなに小さくて手術に震えていた女の子が元気になって、こんなに素敵なお姉さんになって、夢を追いかけて一生懸命毎日を頑張っている。そんなお前に俺がどんだけ勇気をもらえたと思ってる。桐生さん、お前はきっと立派な医者になれる。諦めなければきっと夢を叶えられる。だから頑張れよ。お前の手で昔のお前みたいに苦しんでいる人たちを救ってあげてくれ。俺はいつまでもお前を応援しているぜ。お前の好きな道夫君もきっとそう思っているはずだ。じゃあな、しずこ、元気でな。こっちこそありがとう、ミチ。ありがとう、キリュウさん。ううん、ミチオくん。